どうもカズです、今回はね、家の近所にね、シェイクシャックというお店、ハンバーガー屋さんですね、はい、が、できたんですよ。ね、心斎橋大丸が、新しくなったというところで、そこにシェイクシャックができたんで、食べに行ってみたいなと思うんです、はい、それでね、やはり、ファストフード、ジャンクフードといえばこの人やろという方を今日はお呼びしております。どうぞ。どうもいらっしゃいらっしゃい。どうも、ガズコ久しぶりです。はい、どうもどうも、ガズコです、はい、ご紹介させていただいてよろしいでしょうか。はい、全然お願いします、はい、しんくんです。イエーイ。はい、こんばんはかな、こんにちは。こんにちは。こんにちは。いきなり噛んでますけど。噛んでみよう、それ。大丈夫です。ですまだ酒飲んでないんで。そうやね。はい。お酒飲んだ時の方が調子が良くなる。めちゃめちゃ良くなりますんで。なるね。はい、なりますなります。わかります。僕も一緒なんで。てか言っていいですか。はい。いきなり初めて撮影した見たじゃないですか、うん、こんないきなり始まるんですね。そうやね、むちゃくちゃやね。言うとくけど、家で一人でやってる時、僕このテンションで一人でやってるからね。それ落としこれ終わってますから。ちょっと自分でも頭おかしいんちゃうかなって思う時もあるんですけれども、はいはいはい、まあね、はい、シンくんのことをザクッと紹介させていただきますと、はい、まあ16歳の頃でしたっけ、はい、アメリカに留学なさったのは。で、やっぱりその青春時代をそのアメリカの食生活で過ごしちゃったもんだから、だからね、もうね、あ、口の中がアメリカになっちゃって、いやいやいや、口の中が欧米になってしまってるっていうことです。今日はシェイクシャックの方に行きたいと思うんですけど、はい、行きましょうよ、ね、楽しみなんですよ。でも、ごめんやけど、実はこの前食ったんですよ。それ言うたらあかんよ。それ言うたら、一応 YouTube 的にまあ、ええ、でも やっぱりね、はい、ジャンクフードといえば、僕ですか、あなたなんで、はい、いつの間にやったんでしょうね、それ。うん、まあね、アメリカの方によく一緒に行かせていただいてた時期もあり、はい、まあ、どこ行ってもやっぱり、我先にジャンクフードを食べに行きますよね。空港で食べますからね。基本その国の空港に入って、着いた瞬間ファストフード行きます。そうやね、はい、お前マクドなんかどこでも食えるやんけって横で言われてても、いや、また味が違うんで。はい、違うんです。そうですよね、はい、違うんです。まあまあ分かりますよ、はい、それは、はい、なので今日はね、はい、早速シェイクシャックの方に向かいたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。シェイクシャック到着しましたけど、はい、たね、そうそう、なんて、めっちゃ近いやん。あれ、なんかちょっと唇腫れてないですか。腫れてんわ。ちょっとよく唇見せてあげてもらっていいですか。腫れてんわ。すみません、失礼しました。何しはるんすか。僕は、はい、僕はね、はい、ハンバーガーのが一番好きなんで、はい、ベーコンチーズバーガー。ベーコンチーズバーガーが一番好きなんですね。これがお店の人おすすめの10月から始まったメニューと言ってましたね。グリーンチリチェダーバーガー、辛いのが好きならこれを食ってみなっていうことでしたけどね。ベーコンチーズバーガーはないです。普通のハンバーガーにベーコン入れてほしいです。ベーコンあります。ベーコンはプラス、はい、じゃあベーコン入れてもらって、はい、でピクルス多めで、はい、はい、ということでシェイクシャックの方に行ってまいりまして、はい、行ってまいりました、はい、買ってきました、はいはい、むっちゃ買いましたね、はい、これですよ、買ってきましたね、はい、ドーン。はい、ということでね、はい、結構買いましたね、これは。買いましたね、はい、シン君がこれなんや。ベーコン、いや言うてた、先ほど言うてた、はい、ベーコンチーズバーガーですよ。じゃあベーコンチーズバーガーじゃっていう名前じゃない。じゃない、買ったんです。あ、そういうこと。うん、シャックバーガー、シャックバーガーに、ベーコントッピングのピクルストッピングやね、はいはい、でポテトと、なぜかあなたが昔から好きなドクターペッパー、ドクターペッパー、はい、とさらにこれがホットドッグ。ホットドッグ、ホットドッグちょっと見せてもらっていいですか、あちらに。
こんなんですけど、ホットドッグです。あ、美味しそうやん。はい。しかも割れてるんですよ、これ中、皆さん。ちょっとエッチな感じやね。想像力豊かやね。これを見てエッチ。想像力さすがっすね。言っちゃいましたっけ。さすがっすね。はいはいはい。で、僕が、なんか店の人がおすすめしてきたね。で、なんていうやつだったかな。はい、え、どこに書いてあるこれ。あ、よもか。どれやら。あ、これかな。あ、これか。グリーンチリチェダーですよ。俺 B と思ってた、これ。G か。G ですよ。目割れの敵だから、俺。あ、目割れの敵だかもしれへん。うん。まあ、ええわ。と、あの、ポテトの方がね、この僕はチーズかける方のやつですね。はい。この、トッピングのやつでしょ。そう、チーズ、コーラ。はい。ですね。はい。はい、もう食っていいですか。早速食いましょう。はい。なかなかね、でも、お値段の方は高いですね。これだけ、まあ、量も多く頼んでますけども。はい。まあ、いわゆるジャンクフードにしては、ちょっと、ね。うん、そうやね。はい。4374円でした。はい。はい、ケチャップいる？あ、ケチャップいる。ありがとう。マスタード。ありがとう、ありがとう。優しい。つけてね。え？つけるんよ。これ、舐めるんじゃん、これ。舐めん。舐めながら、コーラ飲む。塩舐めながら酒飲むみたいな、あれじゃないの。うん、まあ食べましょう。はい、食べましょう。はい、もう食っていきますな。いただきます。うまいわ。うまい。早速出ましたね。うまい。うまい。うん、うん、うんうんうん。うん、正直な話言っていいですか。はい。これ賛否両論っていうんですか。うん、賛否両論ね。はい、うん、はい、ありますが、はい、僕ポテトは、うん、マクドナルドのポテトが一番美味しいと思った。あ、まあ、わかるよ。あのマクドのポテトはもう、なんて、あれ一番オーソドックスかな。あの、ベターなね。わかるよ。あれの出来立ての塩濃いめのやつが、むちゃくちゃ美味しいね。最高。ね。最高。うん。カリッとしてんのもあって、しなっとしてんのもちょっと混ざってるのが、うん、ね。やれやれが。わかるわかるわかりますよ。うん。さすが、ジャンクマスターですね。はい。結構食えてますからね、ジャンクフードは。はい。だからやっぱこういうのを毎日食いたいですね、俺は。まあそれでね、はい、あの、死んでいけたら本望ですよね。じゃあね、僕このあの、行ってくださいよ。グリーンチェダー、え？グリーンペッパーチェダー。このね、合ってると思う。はい、グリーンペッ、この中のグリーンのやつがちょっと多分辛いんですわ。はい。はい、こちらをね、早速、はい、召したいと思う。はい、行きましょう。いただきます。はい、どうすか。うん、辛いか。まだあんま辛さ来てない。なんてなんでなんで。まだ辛さ来てない。あー、来てないですか。でも肉うまい。あー、がっつり肉やわ。なるほどね。うん、肉がうまい。辛さ来てへんな。バクってんじゃん。あー、来た来たわ。聞いてました。うん、まあほんのりやね。ほんのり。あ、そんなに気づくないですか。全然。ああ。余裕のよっちゃん。余裕のよっちゃん。うん。よっちゃんいんか。もう俺食っていいですか。うん。はい。じゃあこれ何でしたっけ。これですか。シャックバーガーにベーコン。ベーコントッピングとピクルストッピング。そうやね。いきます。はい、え？唇腫れてるんちゃう。腫れてない。晴れてないですか。晴れてない。ほんまですか。晴れてない。軟膏取っていきましょうか。え、大丈夫。晴れてる。晴れてない。晴れてない。晴れてない。ああ、すいません、すいません。ちょっと晴れた反応かな。ちょっとって何だ。この感想言っていいですか。はい、いや、すいません、お願いします。はい。安定です。あ、安定。もう、すごい、あ、これやねっていう。僕からすると、あ、これっていう。あのさ、はい。昔さ、はい、一緒にアメリカ行った時に、はい、成功シャック食ったと思うね、一緒に。これマジ、あ、ニューヨークでね。多分ニューヨークやねんけど。あ、ニューヨークです。公園で食いました。公園で食ったんやった。あ、公園です。え、もう、公園、買って、公園に、え、公園の中にあるんですよ。あ、そうやった。はい。そうかな。一緒に食ってた。はい。全然覚えてないわ。
もういよいよやばいな、そんなことまでもう思い出さないようになってきたら。にわかですけど、っていう。そやろ、はい、にわかやろ、はい、にわかですけど、あやふですけど、うん、多分あれシェイクシャックやなぐらいのこそやろ、なるほど、多分はい、ケチャップ塗りましたよ、こんな感じです。はい、マスタードは塗らない。マスタードは僕は塗らない。塗らない派。はい、塗らない方です。塗らない、マスタードを塗らない男ですね。はい、で、おって、あってんねんけど、そんな言い方されたら。はい。試食してみてください。はい、はい、いただきます。うん。どう？いけてる。うん。おいしい。うん。中の肉が、はい、やっぱりね、うん、肉って感じの肉なんですよ。うん、まあさ、ハンバーガーも一緒だから、うん、だから、うまいですよ。で、ちなみにこのパン、はい、パンの内側ちょっと焼いてあるんですよ。あ、ほんまやほんまや、焼いてある。これ結構好きなんですよ。うんうんうん、いいですね。なるほどね。すごいいいですよ。ここにもホットドッグついてますけど、ウキミルや。え、ホットドッグちゃうの？ウキミルや。あ、違うんですね。あ、すいません。はい、ということで、はい、まあ、いただきましたけれども、ほんまいきなりっすね。何がですか？いつもいきなりやから。いやいや、いつもいきなりって初めてですやん。ああ、そうそう、まあまあ、そう、個人ランキングですか、うん、一番好きなハンバーガー屋さんは、はい、バーガーキング、はい、さっきのなるんかな。ああ、もうじゃあ結構入る、 3本の指の中に入ってます。ああ、なるほど。はい、マスターもこうおっしゃっておるので、あの、皆さんぜひ食べたことない方は一度行って食べてみてください。はい、はいはい、で、ということなんですけれども、はいはい、昔はよく大阪に住んでたからよく一緒に来るんで遊んでましたけど、はい、まあ、あなたはちょっと東京の方に行ってるじゃないですか、はい、 東京なんです、東京の新宿のワープですね。はい、ワープ新宿です。ワープ新宿の方で、はい、働いてはるじゃないですか。今から満戦ですよね、これ。じゃあ、じゃあ、だからね、まあ、どうなんですか、向こうでの新宿でのあなたのお仕事は何をなさってるんですか。パーティーです。パーティー変わらずです、はい、変わらず、うん、変わらずって皆さん分かんないと思うんですけど、うん、とりあえずパーティーを作るっていう、はい、お仕事です。やらせてもらってます。ざっくりすぎません、ちょっと。まあ、でもパーティーまあまあ仕事を楽しんでやれてるという、はいはいはい、そうです、ことですよね。例えば大阪に誰かが来るとか、まあ例えばこの前あったミュージックサーカスの時とか、はい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 、ミュージックサーカスも来てはりましたよね。僕はのお酒飲んでましたよ。あれ仕事じゃないんですか。はい、お酒飲んでました。仕事ちゃうんか、あれ。お酒飲んで、あの、なんかボトル転がってた。ボトル転がっていた。勝手に勝手に開けて。それはあなた犯罪ですよ。はい、ね、そういうことを君なさってるということなんですけれども、そうですね、最後どうですか、あの、何か見てくれたはる人に一言。僕が言った？あのやっぱ番宣か宣伝宣伝言いはるから、はい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 、その自分のことでもいいですし、あの、はい、新宿ワープのことでも何でもいいんで、最後に、はい、締めに一つ。なんかいいですか。はい、そうそう、お願いします。皆さんパーティーしに来てね。ワープにね。いや、どこでもパーティーしましょう。じゃあワープ来てね。行ってね。はい。ありがとうございます。じゃあカズランド今回これで。ありがとうございます。ありがとうございました。しんくんでした。バイバイ。バイバイ。振り方おかしいでしょ。振り方おかしい。